昨日朝から警察の方がお見えになって、本当アツシが気の弱いアツシがまさかと思って。千葉県市原市のホテルで起きた強盗殺人事件で逮捕送検された江川アツシ容疑者47歳。昨日江川容疑者と2人で暮らす父親が目覚まし8の取材に答えました。今月になってからやっとホテルに行ったバイトしていたというのを初めて聞きました。息子が事件のあったホテルで働いていたことを最近知ったという父親。被害者の佐伯ひとみさんと江川容疑者は同僚だったことが分かりました。江川容疑者は佐伯さんの首を刃物で切りつけるなどして殺害、現金およそ1万2000円を奪った疑いが持たれています。2人の間に一体何があったのでしょうか。女性を殺して現金を奪ったことに間違いありません。千葉県市原市のホテルで起きた強盗殺人事件で昨日送検された江川敦史容疑者。以前このホテルで働いていて、被害者の佐伯さんとは同僚でした。父親によると江川容疑者は溶接などの仕事をしながら、夜にはホテルでアルバイトをしていたといいます。夜帰ってきたから問い詰めたらバイト行ってるってことで、そんなもん体にも持たないし、両方の会社に迷惑かけるからやめなさいって話して、10月の半ばまでに辞めた。その時もホテルっていうのは知らなくて。ホテルを辞めた直後に犯行に及んだとみられる江川容疑者。最近特に変わった様子はなかったといいます。46年見てましたけども、人といさかいとか人に騙すとか、そういうただ気持ちが小心で気が小さい性格だったと話す父親。江川容疑者と殺害された佐伯さんの間に一体何があったのでしょうか。佐伯さんは手首を紐のようなもので縛られ、首や腹には複数の切り傷があったといいます。手首を縛るなどの犯行は首都圏で相次いだ一連の強盗事件でも見られた手口です。神奈川県警元捜査一課長の鳴海氏は、ある程度模倣したんじゃないかなっていう部分はあると思うんですよ。手口を似せた可能性があるといいますが、一連の闇バイトの事件とは対象がやっぱりちょっと違うのと、それから刃物を使っている点も違うし、警察は売上金などを狙って犯行に及んだとみて調べを進めています。この事件当初はいわゆる特流の関連している事件じゃないかと疑われていましたけども、結果風間さん、これ同僚の犯行でしたね。はい、いわゆる典型的な強盗殺人ですよね。しかも自分が現場の状況をよく知っているのが犯人だったっていう形で、そうだったんだなっていう感じですよね。確かに風間さん、これ室内もしくは室外ですよ、ビデオカメラにそのタオルが被してあったんですね、この事件。ですからやっぱ配置だったりとか、その中のことをよく知っていたというと、やっぱりまあ同僚だったんだなって後から考えるのではないという可能性は、ただもう今報道が出ても我々が昔から見たような事件なのか、特流みたいな、全く関係ないどこに犯人がいるなのかが判断できないから、どういうふうに我々の身を守ればいいかちょっと分かんなくはなってますよね。あと今回みたいにそのいわゆる特流をもしかしたら模倣した可能性があるのではと言われると、本当に早くその特流が行われていると言われているその一連の首都圏とかの連続強盗事件とか、こういうものを本当に鎮静化鎮圧してほしいと思いますね。